今日はお弁当ありがとう。本当に美味しかったよ。こんにちは。これほとんどは食材だよ。安くてちょっと買いすぎちゃったけど。俺の分も入ってるからね。あと練習用にって一通り勝てたらこんなになっちゃった。うん、だって花嫁修行に目覚めたんでしょ。急に料理教えてなんて言い出すし。あれ違ったっけ。そうなんだ。せっかくスパルタで教え込もうと思ったのに。花嫁、はいはい。でどうする、今日は料理を教えていく。じゃあ料理教室を開いていきましょう。用意しておくから、君は制服着替えておいで。あ、買ってきたのを冷蔵庫にしまっておいたよ。ああ、それは気にしなくていいよ。それ込みでおじさんたちに頼まれてるからね。かかった経費は後払い。そうなんです。じゃあ始めようか。これで完成でしょ。でも時間かかるから大変なんだけどね。そうだね、手を抜くのはいけないからね。じゃそろそろ俺は失礼しようかな。食べていきたいのは山々だけど、仕上げておきたい論文があってね。学校が始まる前に何とかしたいと思ってるんだ。よくはないよ。おじさんたちから頼まれてるんだし。それに いや、ここでこうして君と話すのが俺にとっては息抜きにちょうどいいんだ。うん。ああ、でも明日明後日はアルバイトがあるから来られないんだよ。ごめんね。
そっか、明日は美幌祭りだもんね。じゃあどっちにしろ明日は来ない方がいいか。そういえばルーエンさんは明日は家に？そっか、まあ家にいないことがほとんどだとは思うけど、明日のことを言っておいた方がいいかもね。じゃ、俺は帰るよ。戸締まりはきちんとね。おやすみ。まあまあだな。せいぜい頑張れ。何かあるのか？おい、鳴ってるぞ。作坊です。こんばんは。そんなに慌ててどうしたの？そう、ならもっと頻繁にかけた方がよかったかな。いや、なんでもないよ。それで今電話しても平気だった？それで要件なんだけど、明日一緒に待ち合わせ場所に行かない？そんなの全然構わないよ。俺が誘ってるんだからね。なら16時20分頃に君の家に行くよ。早すぎるかな。じゃあ決定だね。それじゃあそういうことで、またし、え、なんだい？ありがとう。じゃあ君の家までもらいに行くよ。でももう外は暗いし、もし君に何かあったら。君には負けたよ。なら今から10分後に駅前でどうかな。じゃ、駅前で。なんだ、浮かれた顔して。大丈夫だよ。君は大丈夫？
こんばんは。君に会いに来たんだ。そうだよ。君はいいの？そんなに僕に会いたくない？ダメだね、僕は。いつでも君を困らせる。そうだよね。君の世界に僕はもういない。うん。この世界のどこにもいないんだよね。今、幸せって聞いたんだ。幸せ？そう。いいよ、何でも聞いて。君が幸せみたいだから。僕も幸せだよ。さあ。何かあったの？なかなか来ないから心配したよ。誰かがここにいたの？俺は見てないけど、帰ったんじゃないかな。ありがとう。中身は何かな？なるほどね。じゃあ家までの楽しみにとっておきます。じゃあ俺は君を家までお送りしますか。気にしないで。それにもし君に何かあったら俺が嫌だから。で、何の用事なんだ？明日？勝手に言ってくればいいだろう。聞いてほしいことがあるなら、まず要点を先に言うようにしろ。
何のために？何の必要性があって俺が祭りに行かないといけないんだ？そんなこと俺には関係ない。それにお前、祭りに指輪をはめていく気か？落としたらどうするんだ？上にいる。お呼びですか、マスター？ええ、どんな猥琐なお申し付けでもこのアガシオン喜んで受けたまわります。冗談でございます。何もそのような引きつった顔のまま固まらずとも。して、どのようなお話をすればよろしいのでしょうかな？ん？喧嘩でもなされたのですか？そういうのは本人の口から聞いた方が嬉しさもひとしおなのでは。いわばそれは秘密と同じようなものです。人から聞くのではなく本人から言ってもらう方がより近づいたということになるのではないでしょうか。恐悦至極にございます。しかしなぜ急にそのようなことをお聞きに？喧嘩ではないとすると、お祭り？もしやヘリオトロープ探しで捜査方針が食い違ったと？違うのですか？おお、つまり人がヘリオトロープ探しで忙しい時にお前はのんびり祭りに行くのかと。しかしお祭りですか。ああ、では浴衣などを着て行かれるのですか？なんと、夏といったら浴衣、スイカ、水着なのですよ。当たり前です。というわけで、
明日のお祭りは浴衣を着ていくと良いでしょう。着付けなら私ができます。一緒に行かれる方は殿方ですか？鉢ましょう。知れたこと、夏の太陽は独り占め作戦です。私がマスターをいっぱしのレディーにして差し上げましょう。おお、これは燃えてきた。あ、心配はご無用。私の手にかかればいかにマスターといえども見栄えのする姿にして差し上げられますから。では明日に備えてそろそろ寝ようかと思います。さあ、私を戻してください。何をぼやぼやしているのです。私が寝不足で体調を崩したら元も子もないでしょう。さあ、ほら。では明日。おい、なんだ、寝てるのか。通りにする。ねえ、あなたは誰？君を悲しみの淵から救う救世主かな。
子供がこんな夜中までうろうろしていたら怒られる。見た目については勘弁してよ。好きでこんな姿してるわけじゃないんだからさ。それにしてもどうしたの？そんなに悲しそうな顔してさ。いいのよ、気にしないで。あなたが大きくなったら嫌でも体験するわ。それよりも心配してくれる両親のもとに帰りなさい。親なんていないよ。なんで悩んでたのか教えてよ。あなた一体。